レイナード・スキナード。レイナード・スキナードは、アメリカ合衆国のサザンロックバンド。1964年に、フロリダ州ジャックソンビルで、マイ・バック・ヤード・マイ・バック・ヤードとして結成され、その後、ノーブル・ファイブ・ザ・ノーブル・ファイブ、ワンパーセント・ワンパーセントの名で、活動。1969年に、レイナード・スキナードと改名した。バンドはそのライブパフォーマンスや、スイート・ホーム・アラバマ。 フリーバードといった代表曲でその認知度を高めていった。だが成功のピークであった1977年に飛行機事故でメンバー二人とバックアップシンガーが死亡、人気の絶頂時に活動を停止した。バンドはアメリカ合衆国でに800万枚のレコード販売を記録した。生き残ったメンバーは1987年にリードボーカルにジョニー・バン・ザンと バンドの創設者、ロニー・バン・ザントの弟を迎えリユニオンツアーを行った。バンドは、現在も創設者の一人であるゲイリー・ロッシントン、ジョニー・バン・ザントとリッキー・メドロック、1996年にバンドに復帰する前、1971年から72年にかけて曲を書きレコーディングに参加、ブラックフットにも参加、で、ツアーやレコーディングを行っている。 もう一人の創設者、ラリー・ヤンストロムは70年代に加入していた、エド・キング、アーティマス・パイルと共に音楽活動を続けているが、もはやバンドとはツアーやレコーディングを凍っていない。マイケル・カーテロンは1999年以来、バンドの主たるドラマーとしてレコーディング、ツアーを行っている。レーナード・スキナードは2006年3月13日にロックの殿堂入りを果たした。 ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第95位に選ばれている。1964年の夏、フロリダ州ジャックソンビルでロニー・バンザンとボブ・バーンズ、アレン・コリンズ、ゲーリー・ロッシントン、ラリー・ヤンストロムの5名により結成。結成当初のバンド名はボブ・エス・バックヤード。これは ボブ・バーンズの自宅車庫で練習していたことに由来する。その後、ザ・ノーブル・ファイブと改名した。彼らはまた、1968年まで、ワンパーセントというバンド名を使用した。1968年にバンドコンテストで優勝し、地元のローカルレイベルからデビューした。1969年にバンザントは、新しいバンド名、レーナード・スキナード・レナード・スキナードを思いついた。 この奇妙な名は、メンバーが、フロリダ州ジャックソンビルのロバート・イーリー高校に、通っていた時の体育教師、レオナルド・スキナーが、頭髪に関する校則をしく守らせていたことで、有名であり、彼の名前をもじったものである。ロッシントンは、長髪を咎められることにうんざりし学校を辞めた。また、特徴的なスペル、レーナード・スキナードは少なくとも1970年代に、使用されていた。 高校時代は反発していたにもかかわらず、彼らは後にスキナーと友好的な関係を築き、ジャクソンビルコロシアムで行ったコンサートにスキナーを招待したりもしている。スキナーはまた、バンドが3枚目のアルバムの内側に自分の不動産業の広告の写真を使用すること許可した。1970年までに、レーナード・スキナードはジャクソンビルのトップバンドとなり、 地元のコンサートで頭角を表し、いくつかの国内での活動を開始した。ジャクソンビル出身で、メーコンを拠点とする、ハスラーズ社のパートナーであるパット・アームストロングと、フィル・ウォルデンの弟であるアラン・ウォルデンが、バンドのマネージャーになった。ウォルデンは1974年までマネージャーを務め、その後、ピーター・ラチが、マネージャーとなった。バンドは70年代初期に、 南部全域で演奏を続け、ハードなブルースロックのサウンドとイメージをさらに発展させ、スタジオでの実験的なレコーディングを行った。彼らは、この独特なサザンサウンドをカントリー、ブルース、そしてブリティッシュロックの影響を少し取り入れ、融合させることで作り出した。この頃、バンドは初めてラインナップの変更を経験した。ヤンストロムが脱退して、 グレック・ティー・ウォーカーがベースを担当した。また、当時、二人目のドラマーとして、リッキー・メドロック、後にレーナードでギターを担当するが加入。リッキーとボブ・バーンズはそれぞれ脱退、再加入を経つつ、時にツインドラムでの演奏も披露した。バンドの歴史が書かれた、いくつかの文献では、この頃バーンズはバンドを短期間離れていたとされる。1971年、バンドは、 マッスル・ショールズ・サウンド・スタジオで、ウォーカーとメドロックが、リズムセクションを担当し、バーンズ抜きで、いくつかの録音を残した。リッキー・メドロックとウォーカーはバンドを離れ、ブラックフットに加入した。バンドは1972年に再び、マッスル・ショールズでレコーディングを行い、バーンズがドラムを担当、レオン・ウィルクソンがベースを担当した。またこの年、レオンの友人で当時レイナードのローディだった。 ビリー・パウエルが正式なキーボード担当として課した。メドロックはその後再びバンドに復帰している。メドロックとウォーカーは1978年にリリースされたコンピレーション、ファーストラストまでどのアルバムにも参加しなかった。1972年にバンド、バンザント、コリンズ、ロッシントン、バーンズ、ウィルクソン、パウエルは、ブラッド・スウェット・ティアーズのアル・クーパーに見出された。 クーパーは、アトランタのフノッチ OS で彼らのステージを見た。そして、MCA レコード参加の自らのサウンズ・オブ・ザ・サウスレーベルと彼らを契約させ、ファーストアルバム、レーナード・スキナードをプロデュースした。ウィルクソンはこのアルバムのレコーディングセッション初期にバンドを離れていたため、参加したのは2曲のみである。アルバムカバーのジャケット写真には映っている。ウィルクソン不在時に、 ベースとギターを手伝ったストロベリーアラームクロックのギタリストエドキングはレコーディング後に3人目のギタリストとして正式加入しバンドはライブにおいてスタジオでの3つのギターセクションを再現できるようになったアルバムは1973年8月13日にリリースされ100万枚を超える売り上げを記録 RIAA のゴールドディスクとなったシングルフリーバードは 全米のラジオでオンエアされた。同曲は75年の1月にはビルボードホット100の19位を記録した。バンドのファン層は1973年に急速に拡大した。これはザ・フーのヨエ人格ツアーで前座を務めたことも原因の一つだった。1974年のセカンドアルバムセカンドヘルピングではキング・コリンズ ロッシントンがそれぞれバンザントとのコラボレーションで曲を書き、バンドのブレイクスルーを強固なものとした。ニール・ヤングのサザンマンへのアンサーソングであるシングルスイート・ホーム・アラバマは8月のチャートで8位に達した。ニール・ヤングとバンザントはライバルではなくお互いの音楽のファンであり友人であった。ヤングは彼らのためにパウダーフィンガーを書いたが彼らはそれを録音しなかった。 絶頂期における彼らのレコードは、それぞれ100万枚を超える売り上げを記録したが、スイートホームアラバマはトップ10に入った唯一のシングルであった。セカンドヘルピングは1974年に12位を達成し、最終的にはマルチプラチナとなった。その年の7月、レーナード・スキナードは、ミズーリ州セダリアのミズーリステートフェアで行われた、オザークミュージックフェスティバルにも出演した。 トリプルリードギターを要する重厚な音を特徴とし、オールマンブラザーズバンドやアトランタリズムセクションと並ぶサザンロックの機種として、ライブでは多数の観客を動員する人気バンドとなった。1975年1月にバーンズがバンドを去り、代わってケンタッキー出身のアーティマス・パイルが加入した。バンドの3枚目のアルバム、ナッシン・ファンシーは17日で録音された。 クーパーとバンドはアルバムリリース前に相互の合意によって田元を分かち、クーパーはテープのミックスを完成させてバンドから離れた。このサードアルバムは前作よりも売り上げが低かったが、サタゲーナイトスペシャルがヒットした。エドキングはツアーの途中で疲労を理由にバンドを離れた。1976年1月、正式メンバーとはみなされなかったが、 バックアップシンガーのレスリー・ホーキンス、キャシー・ゲインズ、ジョジョ・ビリングズ・リー、三人は本決テストして知られるが加入した。ナッシン・ファンシーからは、サタゲー・ナイト・スペシャルが、バートレーノルズ主演の A、ロンゲスト・ヤードの挿入歌に採用された。キングが脱退した後、バンドはしばらく、ツインギター編成で活動し、四枚目のアルバム、キミー、バック・マイ・ブレッツは1976年に、 リースされたが、前作同様ファースト、セカンドほどの成功は収められなかった。バンザントとコリンズは、バンドの初期の特徴であった、トリプルリードギターの特性が失われていと真剣に感じていた。その後バンドは、レスリー・ウェスト、モト・マウンテンや、バリー・ハー・ウッド、後に、ゲイリー・ロッシントン、アレン・コリンズらと共に、ロッシントン、コリンズンドで、 活動を含む何名かのギタリストのオーディションを行ったが最終的にはキャシー・ゲインズの弟スティーブ・ゲインズがキングの後任として加入した。最盛期1976年前後には南部でのライブにおいてカルロス・サンタナを全座にするほどの人気を誇った。ゲインズは自身のバンドクローダット・スキナードのサタディナイトスペシャルを しばしば演奏していたを弾いていたが、1976年5月11日に、カンザスシティで行われたコントに、オーディションがテラ招待された。バンドはまた、ゲインズと非公式のジャムを数回行い、ゲインズは6月に正式加入した。ゲインズが新たに加わったバンドは、アトランタのフォックスシアターで行われたライブを、録音、2枚組ライブアルバム、1、More From The Road としてリリースした。 コリンズとロッシントンは1976年のレイバーデーの週末に重大な交通事故を起こし、次のアルバムの制作が遅れた上、いくつかのコンサートがキャンセルとなった。ロッシントンの事故は不吉なザットスメルに影響を与えた。それは明らかに彼ともう一人のバンドメンバーに対する薬物乱用についての警告であった。この曲に登場する酒に酔い。 クエルードで猛廊となって多くの木に車をぶつけるプリンスチャーミングは自分のことであるとロッシントンは何度も認めている。1977年のストリートサバイバーズはスティーブ・ゲインズのギタリスト、ボーカリストとしてのショーケースとなった。ゲインズは1年前にバンドに参加し、今回スタジオ版でのデビューとなる。バンザントは講師にわたってゲインズの複数の才能に驚き、 バンドはいつかは彼の影の中にいると述べ、ゲインズの貢献は万山とと共作し、共にリードボーカルを担当した You Got That Light や加入前に作ったギター部にの I Know, A Little などがある。ゲインズのこのアルバムにおける、そしていくつかのコンサートにおけるリーダー性は彼の手によるブルース、Ain't No Good Life に示される。アルバムにはまた、ヒットシングル、What's Your Name? ザッとスメルも含まれた。バンドは自身最大のツアーのための準備を行い、昭和、象徴的なロックアンセム、フリーバードがハイライトとなった。11月、バンドはバンザントの生涯にわたる夢であった、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでのコンサートを実現する予定だった。音楽的には、当時流星のブルースロックをはじめとする、ブリティッシュロックに強い影響を受けつつも、 アメリカ南部土着のカントリーのセンスを保持し、後にサザンロックと呼ばれる音を作り上げた。また、ビジュアルイメージに、南軍機を使うなど、アメリカ南部の、悪く言えば、レッドネックのイメージを強く持っていたが、それが南部ではバンドへの根強い支持につながっていた。1977年10月20日、ツアー中の飛行機、コンベア240が、ミズーリ州、 マッカム近郊で燃料切れにより墜落し、ロニー・バンザンとスティーブ・ゲインズ、キャシー・ゲインズらが死亡。バンドは解散した。なお、事故後に、ワッツ・ユア・ネームがヒットしている。飛行機墜落事故の同年には、ロニーの弟である、ドニー・バンザンと率いる38スペシャルがデビューしており、しばらくは、レイナード・スキナードの光景を名乗り、コンサートでもレイナード・スキナードの曲を演奏するなどしていた。 残ったメンバーのゲイリー・ロッシントン、アレン・コリンズ、ビリー・パウエルらは1980年に、ロッシントン・コリンズ・バンドを結成し、活動を続けたが、アレン・コリンズは1986年に交通事故で、下半身不随となり、その4年後に、慢性肺炎により死去した。1987年、ロニーのもう一人の弟である、ジョニー・バン・ザントと共に、レーナード・スキナードとして、 バンドを再結成。2006年にはロックの殿堂入りを果たした。2009年には初期メンバーのビリー・パウェルが心臓麻痺で死去したが、バンドは現在も活動を続けている。2015年4月3日、初期メンバーのボブ・バーンズが交通事故で死去。2018年1月25日には最後のツアーとなるフェアウェルツアーの開催を発表し、5月4日から 開始された。2018年8月22日、初期メンバーのエドキングが死去。死因は明らかにされていないが、癌を患っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。